たいな。2週間前私縦に割ってました。さあワールドバズクッキング始まりました。さあ今日は銀座にやってきています。はい、今日はどこに行くんですか。これはこちら、はい、銀座グリーンというビルの中にあるお店に行こうかなと思ってます。お店をご紹介していただく方をお呼びしたいと思いますので、はい、ご紹介いたします。はい、オーストラリア大使館商務部の松本のり子さんです。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。お願いします。いろいろお話を伺いたいところですが、ちょっとね、こんなところでもなんなので、早速じゃあお店の方に伺ってもよろしいですか。はい、はい、お願いします。銀座の一等地にあるレストラン、すごい気になりますね。こちらの7階です。はい、失礼します。わー、すごい入り口から、うわー、すごい。お席ご案内いたします。きらびやかなゴージャスな空間。そうなんです。うわー、緊張する。こちらでございます。あ、食器もすごい可愛らしい。すごい静かな空間で緊張しますね、こっちにね、うん、僕らなんか小声で喋らなきゃみたいな感じになっちゃうくらい、本当背筋がピンと伸びちゃうような。はい、写真も先ほど言ってたこのシャンデリアとか、はい、ピアノもオーストリアのもの。そうなんです。ウィーンの由緒あるの、皇室御用達だったりするメーカーなんですけど、それを全部こうこちらのシェフが持ってきて、でこういう形に。もうじゃあ空間からオーストリアを堪能できる場所なんですね。うわーすごい。向こうのグラスとかもすごい綺麗ですけど、あれもオーストリアのもので。そうですね、オーストリアはグラス文化が盛んで、チロルの方が多いんですけど、やっぱりグラス作るのに、あの 森の木を燃やして綺麗な水が使うということで、はい、あのリーデルとかスワロフスキーとか、あー、アクセサリーもこれですけど、ご存知だと思うんですけど、ああいうのもオーストリアの。でもそう考えると、あの日常生活にたくさんオーストリアの商品ってあったんだなっていう。そう、実はあるんですよね。なるほど、はい、すごい。早速、はい、お料理を運んでいただきましょうか。はい、あ、このパンは。そうです。先週見ました。そうですね。これ何でしたっけ。なんていう名前でしたかね。覚えてます。なんとかチルみたいな、なんかそういうカタカナがいっぱいで、このパンはすみません、もう一度お名前を。センメルと言います。センメル、はい、これはオーストリアの白パンで、あとこういう黒パンもあのよくみんな食べます。センメルは不思議な、なんか模様が入ってますね。そうですね、カイザーセンメルって皇帝のセンメルという言い方もするんですけど、はい、これをあの日本人って普通にこうね、割って食べたいと思うんですけど、横にこう切ってあのハムとか入れて食べるのが通常です。そうなんですね。2週間前私縦に割ってました。お、え、これは何だ。スープ。すっごいいい香りがしてきます。お、あれなんか真ん中に白い 丸っこいのが入ってるんですけど、スプーン入れてみますね。お、意外と固め。なんだこれは。じゃあいただきます。どうですか。うん、初めて食べますね。これが何かわからないけど日本じゃ食べられないものですよね、なかなか。おいしい。あ、このスープ自体も結構しっかり味があって、すごい体に染み渡っていきます。その夏田さん の、 その食レポをぜひシェフの神田さんにも聞いていただきたいので、神田さんにご登場いただきます。はい、はい、シェフの、神田慎吾さんです。どうぞよろしくお願いします。このスープすごく美味しかったです。ありがとうございます。このお団子は何で作られてるか、はい、フヌーデルと言いまして、はい、あのまあ、お団子っていう団子っていう意味なんですけど、はい、ダンプリングとも言ったりしますが、あのパン、うん、今目の前にあるそのカイザーセメルという王冠をかたどった、はい、パンなんですけれども、そのパンをですねこうサイコロ状に切りまして乾燥させたもの、それからできてます。
全然分からなかったです、パンが元になってるなんて。この中に入ってるのはベーコンですか？はい、シンケンシュペックって言いまして、生ハムですね。燻製にしてあります。なんていうの、はい、今、国家公認のと、はい、いうふうにお聞きしたんですけれども、はい、オーストリア国家公認の、料理マイスター、キュッフェンマイスターっていうんですけれども、その資格を得まして、日本に帰ってきて、はい、お店を開かさせていただいています。その資格を持っている方って日本に何人いるんですか？お菓子のコントロールの方はですね、5、6人いると聞いてますけれども、はい、料理はまだ日本の方で出てる人もいないので。うわすごい、日本で唯一の方に作っていただいたお料理をいただけるなんてすごい本当光栄です。オーストリアはワインもたくさん生産されてる。はい、オーストリアはもう、はい、まあ東西に長い国ですので、まあ、気候というよりも土壌の変化にあふれているこう国で、まあ、ウィーン中心にですね、ブルゲンランド州、ニーダイス・ダライシュという州で、もう本当に美味しい白ワインというのは赤ワイン出す州がありまして、もうワインは豊富に今ありますね。各地のオーストリアのワインを、ね、お取り扱いいただいてて、いろいろな品種のいろんなものがあります。なるほど、ドキドキな、いただけるんですか？ぜひ代表格のブルンドルマイヤーという作り手さんが作った発泡のお酒です。おお、うわ、高級感が溢れてる。うわ、綺麗な泡、美味しそう。非常に香りと酸のバランスもいいので、最初に飲まれるワインとして。じゃあ早速いただいてもいいですか？そうですね。はい、じゃあすごい、いただきます。おいしい。白系のワインは本当に香りもいいし、デザートに出てくるアイスワインとかキフワイン、わ、最高なんです。世界トップレベルのキフワインが生産されているので、ついついねもう飲みすぎてしまうっていうのは本当ウィーンにいるとそういう。そうですね、いやもうここにいてすら私は飲みすぎてしまいそうな勢いなのでウィーンに行ったら多分私はもうヨロヨロになってる。あ、これは白ワイン。こちらはどんな白ワインなんですか？これはこれもドナウ川の、そうですね、流域で作られている、はい、リスリングです。おー、じゃあ早速いただきます。うん、あ、甘みも結構しっかり、ちょっとね、リスリングなんでやっぱり、うん、はい、あ、おいしい、うん、ちょっとなんかもう私の言語じゃもう伝わりきれないですこれなんかもうなんて表現したらいいんだろうってくらい。ちょっと酔っ払ってきてますよね。いや、まだ酔っ払ってないですよ。だってこれくらいしか飲んでないもん、まだ。そうですね、まだまだカメラが切れたら飲みます全部いただきます結構ドイツのリースリングと違って、はい、オーストリアはこうやって食事とワイン楽しむので、はい、辛口に、これでも辛口に仕上がってると思うんですけど、うん、リースリングになります。確かにドイツのリースリングもっと甘いっていうイメージがね、うん、でもなんかちょっとキリッとしながらも甘みがあるみたいな。そうですね、で確かにお食事も進みますね。ビールも美味しいし、ワインも美味しいし、食べ物も美味しいし、最高の国ですね。水田さん、はい、先々週、はい、カフェラントマンさんにお邪魔したじゃないですか、はい、その時にいろいろちょっと教えていただいたと思うんですけど、オーストリアのカフェ文化だったりとか、はい、そういったものについて何か今ここでこう私こういうのを覚えたんですよみたいなのを披露できる内容ってあったりしますか？ちょっとせっかくなんでね。でもかぼちゃのオイルを初めてその日いただきまして、はい、ピスタチオかと一瞬間違えましたかぼちゃのオイル、なんて言うんでしたっけ？キルビスケル。キルビスケル、はい、日本じゃないですないですね、かぼちゃのオイルはね。あれはオイル用に本当に栽培したかぼちゃから
オイル用のかぼちゃっていうのもあるんですか。あの種用の種子用のかぼちゃがあって、本当身は僕も一回食したことあるんですけど、あもういいかな2回目はっていうぐらいのかぼちゃなんだけど、でも本当種はすっごい香りがよくて美味しくて、あでも体験されたんだ。体験しました。アイスにのせたり、そうですサラダにもかけてっていう、あいろんな食べ方ができるんだと思ってすごいびっくりしたんですけど、あとなんだろうな、あのカフェで 5,6 時間過ごせるよっていう話もお聞きしました。そうですね、本当にね長いですよ、あのカフェに滞在期間は本当長いから、もし僕カフェウィンフのカフェ経営したらね、回転率悪くなる。こっちもだから芸術家たちが集まって何時間も話してみたいな、議論を交わすみたいなところなので、あじゃあそういうカフェ文化も芸術につながっている。そうです。あと言ってたら赤ワインがやってきましたね。来ましたね、はい。じゃあこちらもいただきます。すごい好きです。この赤ワインは何ですか。これはブランフレンキッシュといって、はい、これあの先々週多分お飲みになった品種と同じなんですよ。 あそうなんですね。そうです、フランクホップのっていうのがついた名前のワインなんですけど、はい、あの結構高貴な品種で、うん、結構あの長く熟したりするようなタイプ のいい品種なので、お好きだということであれば。大好きです、全部飲み干して帰ります。本当に今日はたくさんの本当オーストリアの食を教えていただいて本当あのすごい身の引き締まる思いで大人になったような気分でした。すごい硬いですね。今日ちょっとすごい、まあ、この後ね、はい、来週一応あの先ほどいただいたネチュラークヌーデルをこちら渚さんに作っていただくので、もちろんあの、はい、神田さんに教えていただきながらですけど、お願いします。作れますか。私普段全然あんまり料理とかしないんですけれども、ちょっと難しいかな。手取り足取り教えていただけたら、はい、お願いします。来週への意気込みを最後お願いします、はい、では来週はいよいよこのオーストリアのスープ作らせていただきます。こんな私でも作れるのか、皆さんぜひ最後まで見届けていただきたいです。ということでぜひ来週もご覧ください。ありがとうございました。クルーデルスをいただきます。いただきますじゃないですか。おいしゅうなれ、おいしゅうなれ。最後最後、この番組がいいなと思っていただけた方はチャンネル登録、高評価、そしてコメントお願いします。お待ちしてます。